せーの、ラーシータ、まるです、あかりです。今日も動画見てね。はい、今日の動画は見ての通りマック新作、イエーイ、そろそろマックだよね。ということで食べていきたいと思います。いただきま す。今日急いで買ってきたからまだあったかい。あ、嬉しい。はい、これすごい。と、新作がスモーキーペッパーチキンと、そう、あとチーズダブル照り焼きみたいなやつなんだけど、どっちがいい？チーズ。あ、この戦いだ。せーの、最初はグッチグッパイ。マジ最悪。私、わかるんで顔見れば何出すか。だるっ。キモいよね。だるっ。やったー。うわ、すごい。ダブルなんだけど。ダブル照り焼きだもん。すごい。初めてかも。いただきまーす。うん、あ、待って、めっちゃうまい。うまっ、やっば。なんて全然テイスト違うね。うん、今日話したいことがあるの。うん、なんかさ、うちらってさ、かつて1H チャンネルとして名を馳せてたわけだよ。いや、そうなんだよ。こんな時代もあったんですよね。そうそうそう。で、もう最近はちょっと1H に走るメリットはないっていうことで、1H やめて、うん、思考に寄り添った恋愛談とか MBTI とか心理学とかをやったりとか、あとはあのシンプルに YouTuber っぽい企画をやったりとかね、うんうん、してたんだけど、ちょっと初心に帰って1H の話題喋りたくなっちゃって。え、初心のまさかの1H なんだ。まあ、確かにね、最近 YouTube 収益化してからさ、うん、自分のチャンネルのページを前よりも見ることが増えたの、うん、人気の動画とかって HH 系なの、うん、それってやっぱ1年以上前に出した動画だから、うん、こんなのやってたんだってすごい今なんか他人事みたいな感じで思ってる、うん、そうそうそう。だからちょっとね、今日は初心に帰って HH のこと喋りたいなと思ったんだけどねうちらってさ、理想のスキピを作り出すのめっちゃ得意。やばいよ。みんなやるよね絶対。実際の好きな人の話じゃなくて、理想の男について語ってるうちに、うん、存在しない男を好きになってくるみたいな、架空のスキピできるみたいな、ね、そうそうそう。それをちょっとやりたくて。年末年始って飲み会めっちゃ多いじゃん。なんか私の友達持ち帰られてたんよ、うん、年末年始に。そう、忘年会で。私結構持ち帰り撲滅派なの。持ち帰り嫌だなって思ったんだけど、うん、それってそういう なんていうの、駆け引きっていうかさ、すら最近やってないから、うん、こんなに持ち帰りに嫌悪感を抱いてるんだと思う。うん、だからなんかその理想派がお持ち帰りコースみたいな。なーしだ。飲み中で行きたい。店の雰囲気どうする？1軒目は逆にカジュアルなところ、1軒目からいい雰囲気作りに来たなっていう、ちょっと暗いところとかだともうなんか違うなって思っちゃう。でもまあ逆にさ、1軒目大衆行ったのにさ、うん、2軒目で急に雰囲気作ってくるの私結構さ、うん、無理なんだけど。え、そうだよ。その間を行かなきゃいけないの2軒目は。なんかだったらね、だったらよ、うんうん、1軒目ちょいおしゃれなネオ居酒屋みたい、うん、え、ネオ居酒屋よくない？いや、なんか私ネオ居酒屋みたいなところ行ってから、うん、あの取り木みたいなガチ大衆に行きたいの逆に、うん、私の理想は、まあ、ネオ居酒屋か割と大衆寄りのバルみたいなところ行って、まあ、美味しいご飯食べる、うん、で美味しいご飯食べるとお酒進むじゃん、うん、でまあほろ酔いになります、でまだ時間あるねって言って、うん、取り木とかそういう居酒屋行くのね。もうちょっと深掘った恋バナをしちゃう、あ、雰囲気に飲まれて、いいね、いいかも。結構際どい、今結構もういいかも、メンタル的に、うんうんうん、ワンチャンありかもって今思ってた。でしょでしょ。え、なんか逆にね、その2軒目で雰囲気作りに行っちゃうと本命にした時のビジョンも見えちゃう、うん、このまま持ち帰られていいのだろうかこの人にみたいなマインドになってくるの。でも2軒目あえて安いところに行くことで本命にはしないけどありみたいな絶妙な感じを作れる。敷居を下げに行くっていう、めっちゃいいやん。それでそこからどういう運びにいや俺チャラ男ね。うわ、チャラ男と取り切ったこといっぱいあるでしょチャラ男取り切ったじゃない？ちょっとね、意外と2軒目で1軒目酒場とか使う。え、2軒目なとか言って2軒目だけど1軒目なえ、記憶消すみたいな逆転情報って言やっぱこのね、ハードル下げる感が大事だと思うんだよね。これでおしゃれな店とか選んじゃうとさ、この人に沼ったらどうしようとかさ、本気なのかなとかさ、不安になってくるとさ、ちょっと防御し始めるじゃん、うん、その防御を解くっていうのがめちゃくちゃ大事で、でも、うん、あの1軒目も2軒目も安いところで行くとやりたいだけじゃんみたいな、うん、こんなに大事にしてくれない人無理みたいになるから、うん、ネオからの大衆で、したらだって結構安く済むよえ、その大衆は対面で座るテーブル席でいいの？あえて大衆でカウンター行くパターンもあるじゃん。あー、なんか私さ、ちょっと前まで絶対カウンター派だったの、うん、最近対面もいいんじゃないえ、何があった？カウンターだったら距離の詰め方ってで、ここに座っちゃえば飲む時とかにこれ、うん、これ大事じゃん、うん、え、でも対面もめっちゃ良くて、対面で無言で目を2秒見るみたいなのめっちゃ良くない？カウンターだとさ、これでさ、こうやって見てたらさ、結構やりもくかんでるじゃん。これなんか普通にめっちゃだよねだよね喋ってた時に一息ついて
おこれえこれはカウンターでしょうもない話してウケるみたいな笑ってるのにこの距離で目合ってるみたいな。えでもさどうやって雰囲気作るの？えむずくない？あここでさ無言で見つめ合うこと不可能じゃん。本命にはこれがいいと思う。私最近万内とかだったら対面の方が効果的なんじゃないかと思う。逆にでもこの距離だったらさパーソナルスペース入れるよいきなり。ありなんだけど隣に来てだからそれで勝ちになった時の男のムーブ結構キモいの。こういうことするじゃん、うん、そのスンってあって感じだったら私対面で無言で見つめ合う時間がたまにあったりとかしてて、うん、でも後半とかめっちゃ酔ってる時にここで手伸ばしてくるのめっちゃ結構好きなのよ最近ね。ここで手伸ばす場合って、うん、必ず手以外は触れられないっていうこっちの安心感がある守られてる感じだから出せるよね。えそうここでなんかあーみたいな眠みたいな。えこの手に触れるべきか否かみたいな。これ女の子がやられもくだったとしたら指輪とか触るんだよ。完全にその日二人なんかあるよ。そんなあるね。じゃあ私のベストプランがネオ居酒屋、うん、ネオ居酒屋で指に触れるムーブまで やっちゃう。おでそれはそんなに下心を感じない感じの指触れるムーブまでやっちゃう、うん、2軒目の大衆系のところに行った時は対面でも横並びでもかただもうちょっと下心がありそうなタッチムーブを起こす。おで喋るペースを1軒目よりも落とす。あとその無言の時間をわざといっぱい作る。でもなんて言って誘う一番難しいのってさ、うん、そこまではいけると思うんだよ。これって持ち帰りあってもおかしくないなの雰囲気までは絶対作れると思うの。最後どうやってさ分かるよ。いざ言葉でしょ。えそう最後のめっちゃ難しくない？え自分がさチャラ男側だったとして言える自信ないんだけどホテル行くみたいな。会見はまあ大体男の人がするとして、うん、で外出た瞬間の次歩き始める方向の一歩目の時にこうやって使う。えまだ帰んないよねっていう。でえってなったらそのもうホテル街からここはすごいドキドキしてきた。で、まあ、5歩ぐらい歩くの無言で、うん、行っていいって言う。うわーやばいね。もう考えさせない。それいいと思う。それいいよね。めっちゃやりたいんだけどやばいねそれ。さえまだ帰んないよねってえ見つかったんじゃないかね。めっちゃやばい。ベストベスト。しかも男だとしたらできる気がしてきた、うん、このクロージングはクロージングなんだけど、うん、言ってる言葉は柔らかいから、うん、ホテル行こうとかキモいじゃんもう。でまだ時間あるとかもキモいしもうなんかいいからまだ帰らないよねって聞いてほしい。やる側に寄り添った形でご提案してるじゃん、うん、でやられる側に立った時にいいってなったじゃん、うんうんうん、だからなんか、うん、このドキドキってこれから私はそれを実践しなきゃいけないみたいな錯覚できるかなみたいな。そうできるかなプラスなんかそれ逆にやられる側にも立ってえめっちゃいいってなんか両方のドキドキが来てるんだ今すごい不整脈みたいになってる。で私はもうできそうだから早く試したいなんかいいセールス見つけて早く実践したいみたいな。やばすぎやばすぎ。これなら決めれるでしょうなみたいな。マジでやばい。実践する皆さんのためにこれまとめますね。まずはネオ居酒屋ご飯美味しい。しかもちょっと TikTok とかインスタで話題になってる映える系のところに連れてってあげましょう。こういう映えとか言ってくれるんだ楽しくみたいなものをまず印象つけます、うん、で2軒目はあれ意外と2軒目ラフな店なんだなっていうような、うん、まあ取り木とか、うん、1軒目とか、うん、未来坂とかね、うん、そういう感じの居酒屋に行きます。ただその時は予約の電話しとくよっていう、まあ、そこでもまずいいムーブじゃん、うん、あそういうのも気使えるんだって、うん、ただそれには実は下心があってホテル街の近くの大衆居酒屋に行きます。で結構飲みますそこで、うん、結構飲むけどそういう大衆居酒屋だとマシンガントークしたくなっちゃうのを抑えて無言の時間をうまく使いながら2軒目やります、うん、そして最後出てから5歩くらい歩いて手首持ってまだ帰んないのねですえってなったらで行っていいこれいいよ。できそうじゃない？でもハードル高くない？え、うん。やられた方もね、スムーズだし、うん、えみたいな。え、なんで行くことになってんだろう？いつ自分、えみたいな感じだよね。え、最後の、行っていいんだけちょっとハードル高いけど。うん。まあ、でもそれってやんなきゃいけないから。それはそう。え、実践したいの？実践したいんだけど。マジで実践させてほしい。はい、ということで、今回はもう最高のまた理想像ができて、存在しない誰かを今好きになって、プラス実践する機会はないのに、実践したいワクワクで今突き動かされてるという状況になってます。ちょっと盛り上がりすぎてマック全然食べれなかったので今からライブ配信をして食べたいと思います。あ、また架空の好きな人できてめっちゃドキドキしてます。チャンネル登録と高評価お願いします。はぁ、めちゃくちゃ楽しかったけどまた恋愛しにくくなっちゃった気がする。その他SNS のフォローもよろしくお願いします。じゃあまた見てね。バイバーイ。